こんにちは、粟田洋介です。今日は言葉を使わないコミュニケーションについてお話ししたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、ノンバーバルコミュニケーションとか非言語コミュニケーションとか言いますが、日常だと身振り手振り、こっちとかね、あっちとか、あとは表情の変化ですとか、そういうことで言葉を使わずにコミュニケーションを取ったりすることもありますよね。あとはこういった動物と話しするときも私は言葉を使いません。これもノンバーバルコミュニケーションですね。で、絵を描いたりするアートもノンバーバルコミュニケーションの一つです。ということで今日お話しするのはアート作りについて、それからアート作品の説明について、それから絵とかそういう作品と言葉のコミュニケーションの共通点なんかもお話ししたいと思います。で、今日は私が個人的に思ったことをお話しするだけなので、こうした方がいいとか、これはこういうものなんだとかっていうんじゃなくて、共感していただいたり、こういう考えもあるのかって感じで聞いていただけたらと思います。前からよく思ってたんですけど、なんか一人で絵を描くのってなんか独り言言ってるって感じ。そう思ったきっかけが、人に絵を見せながら絵を描いてた時に、なんか描いた時にリアクションが見れるんで、こう描いたら喜ぶとか、こういう発想できたらびっくりするとか、なんかそういうことを楽しみながら絵を描いてて、なんかその時って普段思い浮かばないアイデアが思い浮かんだりして、それで一人で描くってなんか独り言みたいだなって思ったんです。それで結構昔の話なんですけど、学校とかも行ってない、それで展示することもないし、人に見せることもなく、一人で描いていたことがあったんですけど、なんか張り合いがなかったのを覚えています。人によっては人に見せることなく一人で黙々と描き続けている方もいらっしゃると思うんですけど、私の場合はずっと誰にも絵を見せなかったら、なんか人と会話をしない状態が何年も続いてるみたいな感じになるかもしれないですね。人と何年も会話しなかったことはないので、ちょっとこれは想像なんですけど、あとは見てくれる人がいても、その自分の作品が好きじゃない人だし、なんか批判ばっかり浴びて、書いては批判、書いては批判ってやったら、それもまたいいことじゃないと思うんですね。なので私はそういう自分の作品に興味がない人に無理やり見ていただくってことは必要ないなって私自身は思っています。なので絵を描いたりすることもコミュニケーションなんだなってすっごい思います。あとは作品の説明についてですね、ちょっとこれノンバーバルコミュニケーションとはずれちゃうかもしれないんですけど、なんか絵を描いたりする人って私も含めて言葉が苦手な人が多いって聞きます。なんか絵自体が言葉なんで、言葉にするのが難しかったりするんですね。なので自分の作品の説明するときも言葉が出てこないんですよね。なんか他の人は分かんないんですけど、私の場合はアイデアは理屈から始まってないので、なんか感覚的なんで言葉にするのが難しかったりするんですね。で、意識してこういう風に表現している部分っていうのもあるんですけど、なんかそれを話してもなんか違うなって感じるんですよね。私の作品を見た人から感想を聞くと、なんか私が無意識に表現していることについてなんか言ってくださる方が多いんですね。で、言われてみればそうだなって私も思うんです。無意識だから自分でも気づいてないし、そして感覚的なことを言葉にするのって私にとってすごい難しかったりします。あとは作品の説明をするときって、どういうふうにしたらいいかっていうお手本が、なんか評論家とかそういう人とか、あとはアートの歴史とかそういうことで説明されていることみたいなこと言わなきゃいけないのかなって思ったりしてたこともあります。どうせ真似するなら作品を販売されてる方の真似をした方がいいなって後で思ったんですけど、一つ違うのが、第三者が作った作品を説明するのと自分が作った作品を説明するのではちょっと変わってきます。で、私が気をつけてるのが、謙遜しすぎないようにすることと、あとはいいことを言わなきゃないんですけど、自慢にならないようにしなければならないですよね。だから単に真実、思ったことを言うようにしています。あとは評論家が話すこととアーティストが話すことっていうのは全然違うでいいと思うんですよ。評論家の方々っていうのはお話がすごい上手ですけど、評論してるのと自分の作った作品を説明するのでは意味が違うと思うんですよね。だからもし話が下手だったとしても、自分で作った作品の話ができるのはアーティストだけなので、とにかく自分らしく一生懸命話すっていうことを心がけてみようと今思っています。で、言葉のコミュニケーションも言葉じゃないコミュニケーションもコミュニケーションですから、共通点があって面白いなと思うことは、
誤解が生じてしまうということと、あとは少ない説明で、もしくは説明なしでなんか通じてしまうということですね。例えば話してて言葉足らずで誤解をされたり、あとは余計なことを言っちゃって誤解されてしまうということもありますね。なんか絵だったらなんか足りないとかね、あとは書き込みすぎとかね、そういったこともあるかもしれないですね。あとお話ししててすごく自分が共感できることだったりするとすごい理解できちゃったりしますよね。だけど自分が経験したことがないことや共感ができない話だったりするとちょっとなかなか理解ができなかったりしますね。だから説明をもっとしていただくとか、そうしないとちょっと分かんなかったりとかってあります。例えば絵とかでも見慣れた作風のものとかは説明なしで、ああ面白いってね、受け入れやすかったりしますけど、見たこともない作風、なんだこれはって思って、で説明を聞いたりとか、あとは何回も見慣れてきたりすることによってなんか理解が深まったりする場合もあると思います。あとは使う言葉によって誤解されてしまうこともあるかもしれないですね。絵だったら使うモチーフによって好きになったり嫌いになったりする場合もありますよね。例えば猫の絵が描いてあって猫が好きな人だったらそれだけで興味持つ場合もあれば、それだけで嫌だなって思う人もいるかもしれません。あと色とか表現方法でですね、ピンクが嫌いな人だったらピンクが使われてる絵は嫌だってなるかもしれないですね。で言葉も同じように嫌いな言葉を使ったりしたら嫌だなと思うかもしれないし、あとは文法の間違いとかが許せないって人もいるかもしれないし、なので気に入った場合は理解しようとするし共感したくなるかもしれないんですけど、気に入らなかった場合はなんかひねくれて捉えちゃったり、なんか理解したり共感するのが嫌だってなっちゃうかもしれないですよね。絵とかの作品も同じだと思います。だからなんだってわけじゃないんですけど、なんか面白いなと思ってこういう話をしてみました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。